本流しの駅は、愛知県新城市流しのあざぐつにある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。かつては、飯田線と豊橋鉄道、田口線の分岐駅であった。本流しの駅は、豊橋駅から飯田駅を経て、辰野駅までを結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つである。新城市の流しの地区に位置し、新城市合併前の宝来町の中心部に位置する。 豊橋と飯田を結ぶ特急、稲ロの停車駅の一つであるほか、普通列車ではこの駅で折り返す列車が存在する。1923年の開業。開業当初は、宝来寺鉄道の駅であったが国有化により、国鉄飯田線の駅となり、民営化により、JR 東海に継承されて、現在に至っている。宝来寺鉄道時代は、宝来寺駅、または、 宝来寺口駅という駅名であった。1929年に、この路線とは別に、北下良郡下良町の三河田口駅までを結ぶ、田口鉄道が開通し乗り換え駅となったが、同線は1968年に廃止されている。鉄道同士の乗り換え駅としての役目は終えたものの、三つの路線バスとの乗り換え駅であり続けている。三つのうち二つの路線は、駅と、 旧蓬莱町域各地を結ぶが、残る一路線は田口線の代替バスであり、旧蓬莱町域を越えて、下田町までを結んでいる。島式ホーム一面二線の地上駅である。ホーム番線は、北側が一番線、南側が二番線である。ホームに接しない線路も、1.2番線双方の、外側に一線ずつ存在する。駅舎側の側線は、旧。 田口線の旅客ホームであった。駅舎は校内北側にあり、木造の建物が使用されている。駅舎と前日のホームとは校内踏切でつながっている。かつてはこの駅舎に接するホームに田口線の列車が発着していた。営業形態については2007年の時点で駅長配置駅である豊川駅の管理下に置かれた。 業務委託駅で JR 全線切符売り場を設置していた。JR 東海は、子会社の東海交通事業に業務を委託していたので、あるが利用者減に伴い2012年3月末をもって、業務委託を打ち切り無人駅とする方針を打ち出した。これを受けて、新城市は2012年度の予算に乗車金類販売事業の費用を計上、JR 東海から、 新城市が簡易委託を受けて、同年4月1日から窓口業務を引き継ぐこととした。当初、3年経過時に継続か撤退かを判断すると、していたが、2018年9月現在も、継続している。本流しの駅を開設した方来寺鉄道は、現在の JR 飯田線中南部にあたる大会、三河川合間を運営していた施設である。 1923年2月に同区間が開通した際、合わせて本流しの駅も開設された。ただし当初は、宝来寺駅を称した。それから6年後の1929年3月、最終的には、三河田口駅へと路線を伸ばす田口鉄道線が乗り入れる。この田口鉄道が、宝来寺により近い場所に開設した新、宝来寺駅を駅名を譲って、 同鉄道の開通に先立って、宝来寺駅から、宝来寺口駅へと駅名が変更されている。1943年8月、宝来寺鉄道の未買収、国有化される。これによってこの駅は、宝来寺鉄道線等の、後ろ身である国鉄飯田線と、田口鉄道の接続駅に変わった。また駅名も、宝来寺口駅から、現在の、本流しの駅へ、 再度変更された。1956年10月には、田口鉄道が豊橋鉄道に合併され、同鉄道線は豊橋鉄道、田口線へと改名した。しかしこの田口線は利用者の減少によって1968年9月に廃止され、本流しの駅は国鉄飯田線の単独駅となった。1971年、飯田線の多くの駅と同様に、 開業時から行われていた貨物の取り扱いを終了した。1984年には残っていた荷物の取り扱いも廃止され、旅客専用駅に変わった。そしてそのまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎え、JR 東海に継承された。優等列車に関しては、豊橋、飯田間を結ぶ特急、 稲路が1996年3月の運転開始時から停車駅としている。1983年まで運行されていた急行、稲の停車駅の一つでもある。普通列車は、豊橋駅方面行きの上り列車が1日21本、中部天竜方面行きの下り列車が1日13本、それぞれ設定されている。また、上りのみに1日1本ある、快速列車も停車する。 2006年10月のダイヤ改正まで、飯田線には、東海道本線名古屋方面直通の快速列車が乗り入れていたが、2006年3月改正時点では、このうち朝ラッシュ時の特別快速1本が、本流しの駅まで乗り入れていた。駅北側にバスターミナルがあり、豊か鉄バスと新種竜市 S バスの路線バスが、発着している。バス停の名称は、豊か鉄バスが、 本流しの駅前、新城市 S バスが本流しのである。両バス停に発着する路線は以下の通り。特急、稲羅の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。